こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出マニュアル特別モニター募集ページです。オーストラリアのアマゾン輸出。これ、すぐに開始して、まあ、1ヶ月で出品できるようにするマニュアルを作りました。そして1ヶ月で出品できるようになりますし、早い方だともう1ヶ月で出品どころかね。 もう実際に儲かる商品が見つかって実際に売れるという状態になります。で、まあのんびりしてのんびりしたペースの方でもね、2ヶ月で出品して初めの商品を送るというところまでできるように、まあ、このマニュアル目次もあるんですけど、これをね、えー、毎週3回配信するメールマガジンで送ります。 ここの項目この項項目目形で送りますそれに合わせてね、やっていっていただいて、まあ、質問があれば質問していただければ、えー、質問があればというかね、あの、Amazon の場合、すごいシステムの移り変わりも早いですし、あと Mac と Windows、それからブラウザの種類によってね、表示が違かったりします。 あるいは入り口によって表示が変わってきたりするんでね、もうマニュアル見て同じ画面が出てきて同じ編成で動くというマニュアルを作るのはね、かなり難しいと。まあそうなると Amazon 使うのは初めてとか、パソコンあんまり得意じゃない人はね、えー、まあその画面が違うからって言ってそこで止まっちゃうんで、まあそうではなく、まあ出てきた画面でね、これどこを チェックしてどこを次押せばいいんですかというのを聞いていただければね、それをナビするサポートがついてます。ですから、どんなパソコン苦手でも、英語できなくても、Amazon 使ったことなくても、オーストラリア a マゾンで講座を開設して、出品できる。で、どんな商品を出品していけばいいか、どんな商品を出品しちゃいけないか、そういうのもえ教えていくというのをね、無理ないペースで配信していきます。 で逆に、もう、小沢も作ったとか、途中までやってる方については、この、目次を見ながら、どんどん進めていっていただければ、OK と。目次を見てね、この画面変数が変わってるとか、ここは理解できないというところはね、質問いただければ OK という形で、初心者の方でも、オーストラリアアマゾンにえ参加できるようになって、 で、間違えたことをやって退場させらんないというような形をね、取れるように作ってあります。で、その、まあ、サポートの内容なんですけど、まず先ほど言ったように、月水金、週3回サポートメールマガを配信してます。これはもう、Amazon でね、システム変更やポリシー変更が頻繁にありますんで、まあ、昨日までは問題なかった商品がね、扱うと危険な商品に変更されることもありますし、 昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。まあ、変化した情報を迅速に配信するために週3回配信してます。それからチャットワークサポート、無制限。これは先ほど言ったように、目次見てね、えー、記事を見て動画見て、えー、でもこれあの画面変わってるけどとかね、えー、この動画に出てない画面出てきましたとかね。 動画に出てる画面が出てきませんでしたとか、まあそういうのがね、しょっちゅうあります。そういう時はね、もうお気軽に、えー、何時でも結構です。時差とか全然関係ないんで、時差とか夜中とか関係ないんでね、えー、どんどんこれに書いていただくと。で、私がパソコンの前にいるときはこういうふうにね、えー、1分経たないうちに返信してやり取りとか、そういう形でね、サポートしてますんで、まあ特に出品の時とか、えー まこのチャットワークを使うとスムーズに出品できたりします。でこれだけのねアマゾンエシットマニュアルまあ、いくらで、えー、販売してるかというとまあ、例えばね楽天楽天なんかだとね出品するだけで17万9000から29万4000かかります。